皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネーム UMO さんこと宇野さんよりいただきました。宇野さん、お便りまたもやありがとね。ものすごい内容のメッセージが来てると伺っておりまして、今からドキドキワクワクですから、ありがとうございます。そして若干ながらですが、お便りの渋滞がありまして、明日必ずやおはぎさんのお便り読ませていただきます。どうかもうしばらくお待ちくださいませ。よろしくお願いいたします。そしてですね、今回は先日僕がガラケーについていろいろ皆様におしゃべりしたことにより、それについてガラケーやその他いろいろなことに、技術的なことに関しまして、宇野さんよりものすごい貴重なご説明をいただきました次第です。ですので今回は僕のコメントは控えさせていただきまして、宇野さんよりいただきましたそのお便りの内容をメインにして終わりにしたいと思います。はい。ですので宇野さんのお便りを読む回と今回は思ってくださいませ。どうかよろしくお願いいたします。難しい内容ですよ。ご準備よろしいですか。そしてそのボリュームにより僕は確実に噛みます。ですから噛むことはどうかお許しくださいませ。噛んだ時には失礼しましたと言いますので、そこは噛んだんだなと思ってくださいませ。ではよろしくお願いいたします。ではお読みしますね。もう緊張ですよ。読み切れるかどうか緊張ですよ。ではやってみます。じゃん。先日の放送を拝見しまして、ウェブ業界の人間としてこれは早めに回答せねばと思いご連絡差し上げました。ガラケー対応について。まずガラケー対応ですが、結論から申しますと畳んでしまわれて問題ないかと思います。2022年3月末での 3G 通信終了開始に伴い、国内でのガラケー自体がほぼ使用不可になるため、その維持費と労力は PC、スマホサイトに向けた方が良いです。具体的には今あるガラケーサイトはリダイレクト処理自動のページ切り替えで PC ページに飛ぶように設定するか、サーバーで PC ページへ飛ぶように設定するのがいいです。ガラケーのプロフィールページより PC のプロフィールページのように同じ役割のページに飛ばしましょう。こうすることでガラケーサイトの評価をPC サイトへ引き継げますので、今までの運用も無駄になりにくい閉鎖手順となります。フラッシュ端末およびフラッシュについて。フラッシュは2020年に Adobe 社のサポートが終了し、セキュリティ面の問題により現在推奨されない技術となっております。 PC ではフラッシュ非搭載化が進み、iPhone ではそもそも使用不可。フラッシュ搭載ガラケーも今後使用不可となりますので、動画コンテンツとして焼き直すか、代替手段として Adobe Animate というソフトがフラッシュの後継となりますので、そちらで作り直すのが良いです。万が一フラッシュ搭載機用に
コンテンツを残すとしてもウイルスの温床ともなりかねませんので残すことはおすすめできません。ガラケーサイト自体残すかどうかについて、まずガラケーサイトですが、検索エンジンの特性上 PC スマホ向けサイトが優先表示されますので、あえて検索しない限りページに遭遇することは難しいかと思います。アクセスがないと表示順位も上がりにくく、 PC ページへのアクセスも分散する可能性もあるため、ガラケーサイトを残すメリットは多くありません。また将来的なメンテナンスコストやトラブル対応も踏まえると PC サイトへ一本化するのが良いかと思います。総括、今までガラケーサイトに割いていた労力を PC ページに全振りし、より多くのコンテンツや情報を充実させる方がサイト全体の利益にもつながりますので、ガラケーサイトは閉鎖し PC、スマホでの閲覧を前提にテコ入れすることをお勧めします。ここまで長文となってしまいましたが、ウェブサイトも正しい理解しながら失礼しましたウェブサイトも正しく理解しながら運用すれば、快適な情報発信やユーザーの情報収集を助けることが可能となりますので、また困ったことがあれば気軽にご相談いただければと思います。何とぞとのことですよ。失礼をいたしました。もう途中つっかえで恥ずかしいばかりでございます。申し訳がございません。皆様ご理解いただけましたでございましょうか。僕らはなんとか理解進めることができましたとのことでしてですね、本日いただきましたこの貴重な内容、これはですね、ガラケーサイトやそうした昔の技術に対していろいろと悩まれている方にとってはものすごく貴重なご意見となっております。もしもこれをご覧になってくださっている方の中に同じお悩みを抱えの方がいらっしゃいましたら、どうかご参考になさってくださいませ。そして僕らはこのご意見を受けて今回このようにいたしますといった一言をこれから発したいと思います。はい、宇野さんに向けて今回こうしますっていう気持ちを、はい、一言にまとめました。ですので一言はやらせていただきますね。あとはそうですね、あとはこれ以上コメントをしてコメントに失敗してしまったら大変ですからね。もう一度読み直しとか言ったらもう僕は倒れちゃいますよ。はい、それほどそこそこうまくは読めたかなって思ってます。後半の方をちょっとグダッとしましたけれどもね、申し訳ございません。宇野さんの素敵な文章を僕の読むのが下手なことによりちょっと通達じゃなくてなんて言うんでしょうかね、捉えることが難しいような感じになってしまいまして、はいはい、もうこれ以上僕コメントしましたら墓穴掘りますよね。じゃあ行きますか。じゃあもうよろしいですよね。そしてですよ、もしもこうしたことに何かご意見や疑問などございましたら、またまたさらにメッセージや何かお便りをくださいませ。そうしましたらそれに対していろいろと討論のようなことをしていきましょう。
はい、それほど価値のあるメッセージだと思います。では行きますよ。宇野さんよりいただきましたこのアドバイスに対する僕らの一言、言ってみたいと思います。それでは僕らの一言、どうぞ。畳みます。